皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。それでは今回は、木原誠二氏は1ヶ月も取材を避けて業務にも支障が出始めています。そして最後に昨日の動画でも紹介しました木原事件の新情報を発信した Z リー氏の最新情報もありますので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それではまずはこちら、時事通信の記事です。ついに時事通信が木原誠二氏を報道しました。まあですね、文春の中身については報道していません。それを報道すると官邸を出入り禁止されるそうです。それもおかしな話ですよね。そこで時事通信は、文春の内容を報道せずに木原誠二氏が取材を避けて逃げ回っていることを報道しています。これはよくやったなと思いますよね。今までそれをどこも報道していません。さらに私の従来からの主張は、日本国は国民主権です。国民の上に政治家はいません。国民が上なんですよ。そこでですね、取材を1ヶ月避けていると、国民の知る権利はどうなんだと、なぜ逃げ回ってるんだと、政治家が国民から疑念を向けられたのであれば説明責任があるでしょうと、それが私の主張なんですよ。それをですね、1ヶ月近くも逃げ回っていると、それによって官房副長官の仕事に支障が出ているんですよ。それをようやく時事通信が報道しました。それではどういう内容なのか見ていきましょう。木原副長官、取材避けて1ヶ月、岸田首相最側近、文春報道が影響。これはですね、マスコミも1ヶ月経ってさすがに頭に来ているんでしょう。岸田文雄首相の最側近である木原誠二官房副長官が約1ヶ月にわたり記者の取材を避けている。それまで首相官邸を出入りする際に質問に答えていたが、正面玄関にほとんど姿を見せなくなったと。ということは裏口からこそこそ隠れて逃げているんでしょうね。どうして逃げないといけないのかと、むしろ表に出て人権侵害やめろと、そう言えばいいのに、どうして裏口を使うんでしょうか。本当に不思議ですよね。これは木原氏の妻が警視庁から任意聴取されていたと週刊文春に報じられ、関係者によると家族のケアが必要になったことを理由としていると。あのですね、首相官邸に家族がいるんでしょうか。いませんよね。どうして首相官邸で取材を受けることに家族のケアが必要なんでしょうか。全く関係ありませんよね。取材を受けるといろいろ質問されるので答えに困ると、取材を受けたくないということはそういうふうにしか見えません。そういう姿勢は後ろ暗いところがあると思われるんですよ。もし何もなければもう正々堂々と取材を受けたらいいんですよ。そこでうちの嫁に対して人権侵害するなとはっきり言えばいいじゃないですか。どうしてそれをしないんでしょうかね。なので怪しいと思われるんですよ。そこで週刊文春は7月に入り、2006年に東京都内で男性が死亡したことに関し、木原氏の妻が聴取されていたなどとした記事を4週連続で掲載。これについて文春以外の最新情報がありますので、最後にお伝えをします。そこで松野博一官房長官は28日の記者会見で木原氏から、私が捜査に圧力を加えたとの指摘は事実無根だとの報告を受けたと明らかにしたが、木原氏本人は公の場で一切説明していないと。これもおかしいんですよ。官房長官に報告をして、官房長官が言ったことをマスコミは記事にしています。それは文春の内容に触れると官邸を出入り禁止にされてしまうと、さらに訴訟を起こされてしまうと、その脅しによって報道できていないだけなんですよね。それ自体もおかしいんですが、本人は一切説明していないと、もう本当に自民党員として何やってるんだと、そう言いたくなりますよ。ちなみにこの松野官房長官の記者会見の様子を見てみましょう。こちらです。7月28日金曜日、まず最初に質問した人が、ちょっと日本語が不自由なのか、聞き取りづらいんですが、まあ松野官房長官の対応、木で花をくくったような対応ですので、それも合わせてご覧ください。それではどうぞ。ラジオフロス西村です。木原官房副長官についての質問します。木原副長官は、まあ、今の状況の中で普通に仕事できるのか、つまり
集中して国民のために自分の 役割を果たすことができるのか、こんな状況で、まあ、不可能ではないでしょうか。ということはもう週刊文春はもう、何週間もにわたって、木原、官房副長官についてのいくつかの、まあ、情報が出てきて、まあ一番最近の記事は13ページ、まあ、妻のことで、そういう状況の、まあ、状況の中で人間は、まあ頭いっぱいで普通に仕事に集中することは難しいと思われますが、木原まあ、副長官は、まあ、そのことを無視して普通に仕事できるのか、平気で仕事できるのかっていう質問です。木原副長官は担当業務に通常通り当たっていると承知しております。フリーランスの横田です。よろしくお願いいたします。今の、木原副長官の本妻の元夫の、開始についてお尋ねいたします。午前中、元警視庁、捜査一課の佐藤さんが、記者会見を行われました。長官は従前より法と正義と証拠に基づいて捜査がなされているというふうにおっしゃっています。で、佐藤さんのお話では、自殺だという証拠が逆にないと、でそういう証拠があるなら持ってこいというような、まあ、お話をなさっていました。まあ、それはそれでちょっと置いておいて、この場で聞くことではきっとないのでしょうから、まあ、横に置いたとしても、いずれにしても木原さんの問題でその岸田政権に対する信頼が著しく損なわれたこと、それから、まあ、警視庁、まあ、警察庁に対する信頼も著しく損なわれたことは間違いがないと思うのですが、木原さんを更迭する考えはないのでしょうか。まず個別の事案、それも民間人に関わる部分に関しては私はお答えする立場にありませんし、それぞれのこの事案に対するご判断は個々なされるものだと思いますが、今回のご指摘の会見を受けて本日木原副長官からは、一連の報道に関し私が調査捜査に圧力を加えたとのご指摘は事実無根です。取材に対してはその旨をお答えするとともに、その他の警察の対応に関わる事実関係については人権上の観点もあることから捜査当局にお尋ねをするよう求めてきました。こうした立場は全く変わっていませんと報告を受けました。ということはですね、ごめんなさい、ということは、その木原さんの、言い分というのを、まあ、その政権側は受け止めて、木原さんは従前通り、職に当たらせるという、そういう考えでございましょうか。報告を受けて、私としては、それ以上の対応を求めることは考えていません。はい、まあ政府の立場ですからね、これ以上のことは言えないんでしょう。ただですね、業務に支障は出ていないと、そのような趣旨のことをおっしゃっていましたが、そうではないんですよ。例えば、こちらフラッシュ、先日行われました大相撲の名古屋場所で、内閣総理大臣杯、これを河野太郎氏が私に言ったんですよね。これはですね、通常は内閣総理大臣が行きますが、行けない場合は官房長官、官房長官もダメな場合は官房副長官と、つまり、木原誠二氏が行く予定が、行けないので河野太郎氏が代わりに行ったと。もうこれだけを見ても業務に支障は出ています。まあ多分ですね、こういう場に河野太郎氏が行ったら目立つのでどうかと、そういうことで河野氏が行ったんでしょうね。しかしですね、大相撲に登場もブーイングが起きたと。こちらですね、ネット上では、内閣総理大臣杯を河野が代理で渡すために土俵に上がったら、帰れコールやブーイングが起きていたなと。いやですね、行くべきではなかったなと。まあ、河野太郎の人気もそうなっています。ということで戻りまして、やっぱり説明責任を果たさずに、業務に支障が出ています。木原氏は自民党岸田に所属し、21年10月に岸田内閣発足に伴って副長官に就任。以来、朝か夕に取材に応じていたが、6月下旬以降は一度も行われていないと。まあ、これだけを見てもですね、業務に支障が出ていますよね。まあ、マスコミもいろいろ悪いですが、ここから情報を取れないと、我々国民に情報が来ないんですよ。さらに、
文春の問題を記事にすると官邸を出禁にするぞと、そうなるとさらに国民に情報が来ないと、もうむちゃくちゃやってますよね。そういう圧力をかけるべきではないんですよ。後ろ暗いところがなければできるでしょと、どうしてこういうことをするのかと、そう思いますよね。そして7月6日には関係者を通じ、しばらく取りやめる意向を記者側に伝えたと、おかしすぎますよ。どうして裏に隠れるのかと、何もなければ正々堂々と取材受ければいいでしょうと、さらに記者会見すればいいでしょうと、本当におかしなことしかしてませんよ。自民党員の一人として言いますが、これはおかしいです。さらにもっと言うと、岸田首相も問題ですよ。岸田首相は LGBT を主導しましたよね。しかしあれは議員立法だからといって、政府の立場として答える義務はないと、そういう趣旨のことを言われていますが、それも国民に対して説明責任を果たしていません。全く岸田政権は国民に対して説明をせずに、裏に回って何かをして、報道陣に圧力をかけると、さらに私もこういう動画を作ると、マスコミが報道しないから代わりに報道しているので、訴訟リスクを抱えているんですよ。まあ、訴えられたら大々的に動画でやりますが、そういう訴訟リスクを抱えてやっているんですよ。もう岸田政権はどれだけ誠意がなくて隠蔽体質なんだと、それは自民党員の一人として言わせていただきます。そして副長官という立場は首相の外国出張に同行し、首脳会談や国際会議の内容を報道陣に説明する役割もありますと。だが7月に首相が欧州と中東をそれぞれ訪問した際は、いずれも木原氏ではなく磯崎官房副長官が同行したと。これもですね、業務に支障が出ているんですよ。ウクライナに行った時も木原氏は同行していましたよね。なんで欧州と中東は同行しないんだと。それはこの文春の報道があったからなんですよ。つまり仕事ができていませんよと、業務に支障が出ているんじゃないかと。なので正々堂々と取材を受けて報道規制をかけるなと、それを私はずっと主張しています。もう本当におかしいですよね。こういうことをするのは北朝鮮や中国がやることですよ。全くそれと同じことをしているんじゃないですか。これを自民党員として言えない人は本当におかしいと思いますよ。そこで松野氏が沖縄出張で官邸不在だった24日、午前と午後の官房長官の定例会見を代行したのも磯崎氏だったと。まあこれもおかしいですよね。いつもは木原氏がやってるじゃないかと。それもやってないんですよ。今何やってるんですか、木原氏は。デスクワークでもしてるんでしょうかね。本当に業務に支障が出ていますよね。そこで立憲民主党の泉健太代表は28日の会見で、木原氏は説明責任が求められていると訴えたと。全く同感です。もうですね、立憲は全く支持しませんが、今回は正論を吐いていますよね。そこで政府関係者は、副長官の業務をこなせないのは問題だと指摘し、けじめをつけた方が本人のためだ、閣僚、との声も出始めたと。そらそうですよ。もう隠せば隠すほど、どんどん信頼性がなくなりますよ。岸田政権は北朝鮮や中国ですかと、そういうふうに言われますよ。私はですね、文書の内容がどうのこうのではないんですよ。議員であるなら説明責任を果たせと、それをずっと言ってるんですよね。そして9月に想定される内閣改造自民党役員人事では、木原氏の去就が焦点の一つとなる可能性もあると。なので、もう最初から取材を受けたり、記者会見を開いていればこんなことにはならないんですよ。隠そうとするからこんな風になるんですよ。まあ自業自得ですよね。そこでこちら猫じいさん。猫じいさん名前を変えましたね。この猫じいさんはですね、岸田政権擁護派の人です。まあご意見には賛同できる部分も多いんですが、今回は本当におかしなことを言っています。この泉健太代表が説明責任があると言ったことに対し、軽率だよな。わしなら最低限元刑事さんの記者会見を精査してから言うだろうね。そしてだ、精査した上でこの発言ならばもっとひどいってことだ。だから立憲は全く信用できない。泉さんあたりでこれだからなと。まあこの立憲は全く信用できないというのは同意しますよ。しかしどうして説明責任あるというふうに言ってはいけないんでしょうかね。
この文春の記者会見を見て、まあこの元刑事さんについては評価しますよ。しかし信憑性はなかったと。その上でですね、どうして説明責任はあると言ってはいけないのかと、全く別次元の話ですよね。これはですね、国民に対して言ってるんですよ。国民が疑念を抱いていて、私自身も説明してほしいと思っていますよ。いや、記者会見なり開いて、人権侵害の発言を言わないでほしいと、そう言えばいいじゃないですか。どうして説明責任を求めてはいけないんだと。岸田政権を擁護されるのはもうそれは勝手なんですが、私は同じ自民党員であっても、おかしいことはおかしいと言いますので、それだけはご了承ください。そしてこちら、アゴラ。木原官房副長官の妻の元夫の開始事件について、元捜査官が記者会見と、佐藤さんの会見では、文春の記事にはない真実はなかったと、当時の捜査官にしては物的証拠も何もなく、これでは再捜査しても犯人を逮捕するのは無理でしょう。私もそう思います。そして、イクコさんが直接関与していないとすれば、文春の報道は人権問題になる可能性がありますが、犯人の疑いもある事件です。木原さんがきちんと説明する必要があるでしょうと。もう全く同意です。これなんですよね。これを私は言いたいんですよ。どうして説明できないんだと疑念を向けられているので、木原氏自身が表に出て嫁を守るべきじゃないですか。それもしないんですよ。もしくはできないんでしょうかね。そんなことをしているからおかしいとどんどん思われてしまうんですよ。私はずっとこの主張をしているんですよね。もう今回の事件は解決できないでしょう。しかし私は議員は説明責任を果たすべきだと。それは義務だと私は思います。そしてこちら G 通信。木原氏圧力は事実無根だと。先ほど官房長官の記者会見で出た通り、松野氏は私が調査捜査に圧力を加えたとの指摘は事実無根だと、木原氏がそう松野氏に伝えたことを明らかにしました。圧力はかけていないのは事実無根ですよと。しかし木原氏の妻が警察から聴取を受けたことについては事実無根とは言っていないと。ではなぜ報道に規制をかけるのかと。それがおかしいんですよ。その説明をしてほしいんですよ。しかしそれも逃げ回っていて説明をしないと。岸田政権は北朝鮮か中国かと、そういうふうに言わざるを得ないですよ。本当におかしいと私は思います。そしてこちら G 通信。もう G 通信ばかりですよね。ついに公明の山口代表が捜査機関が説明をと、木原副長官の報道についてそう言われています。公明党の山口那津男代表は29日、木原誠二官房副長官の妻が警視庁に任意聴取されていたとの週刊文春の報道に関し、捜査機関でしっかり説明を尽くしていただきたいと語りました。もうその通りなんですよ。木原誠二氏は逃げ回って説明もせず、そして警察もしっかり説明しないと、それを指摘されています。さらにですよ、木原氏が疑念を持たれないよう、また本来の職務にしっかり取り組めるよう政府として整えてほしいとも求めたと。来ましたね。先ほど、松野官房長官は、木原誠二氏は通常業務をこなしていると、そう言われましたが、山口代表はそうは言っていないと、本来の職務にしっかり取り組めるようと、つまり本来の職務にしっかり取り組めていないと、それを指摘したということになります。さらに、政府として整えてほしいと、つまり更迭も含めて整えてほしいと、それを言って認めたということになります。これは非常に大きいと思いますよ。まあ山口代表、たまにはいい仕事しますね。そこでこちらザクザク。さらに炎上、木原氏問題めぐり岸田政権はスルー判断。もうですね、なかったことにして、時が経つのを待っていると。しかしそれで危機管理大丈夫かと。与党内で野党の攻撃材料の声、岸田文雄首相の側近、木原誠二官房副長官を週刊文春が連続追及している。28日には最新号の衝撃記事、木原事件妻の取調べ官、実名告発18時間に登場した警視庁捜査一課の元捜査員が記者会見に応じました。そこで木原氏は代理人弁護士を通じて、週刊文春の私と私の家族に関連した記事は事実無根とするコメントを出し、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てているが、それだけでいいのかと。事実関係は不明だが、報道が事実
なら恐ろしい、木原氏自身の説明責任が問われていると、立憲民主党の泉代表は28日の記者会見でこう語りました。さらに社民党の福島瑞穂党首も、説明責任を尽くすべきだと指摘したと。もうですね、この福島瑞穂と同意見というのはちょっと嫌ですよね。しかし説明責任は尽くすべきですよ。そこで政治不信や警察不信へ発展しかねない疑惑報道だけに、岸田政権への対応が注目されていると。ところが松野博一官房長官は28日午後の記者会見で、木原副長官からは調査捜査に圧力を加えたとの指摘は事実無根との報告を受けた。報告を受け私としてはそれ以上の対応を求めることは考えていないと語ったと。まあ政府の対応としてはそうなるでしょうが、これが岸田政権のやり方だと隠蔽していると思われてもしょうがないですよね。それは岸田政権の不信につながってもいいですよと、そう言ってるのと同じだと私は思います。ただ内閣支持率が続落する中、与党内には危機感も広がっていると。もうこれはですね、おそらく29、30の土日で支持率調査を行うと思いますので、それでまた下がれば、それは自民党の議員もここで秋に解散されれば当選できないかもしれないということになって、もういい加減に何とかしろよと、そういった空気になるでしょうね。そこで自民党のベテランは、木原氏が記者会見などで対応しなければ世論は逃げていると受け止めかねない、公人として説明責任を果たさなければ事態は収束せず野党の攻撃材料にもなると語ると。そうなんですよね。もしこれで解散すれば、木原誠二氏は説明せずに逃げたと、そう攻撃されるでしょうね。やっぱりベテラン議員は、公人として説明責任を果たせと、さらに記者会見しろと、そうしないと世論は逃げていると思われると、全くその通りですよ。私は木原氏が説明しなければ、ずっと説明責任を果たせと言い続けますよ。公人としておかしいですよね。さらに自民党中堅は、次期衆院選を見据えれば、すぐ木原氏を交代させないと未びいきと見られる。政権は愚か自民党に強烈な打撃となりかねないと語ると。そうなんですよね。もう岸田政権のみの問題ではなく、自民党の問題として見られて、解散になったら強烈な打撃となると。そりゃそうなるでしょう。そこで岸田首相の判断をどう見るか、政治評論家の有馬晴美氏は、岸田政権としては警察が自殺と判断して、決着がついた案件だとしてスルーしていくつもりだろう。でしょうね。次の内閣改造までスルーでしょうね。岸田首相も木原氏を頼りにしており、要職から外す判断に至らないようだと。つまり、次の内閣改造で外さないと、それもあり得るということになります。いやー、本当にそうなったら、もう内閣支持率は上がらないでしょうね。ただ週刊文春の書きぶりは激しく、報道を控えてきた大手紙などが加わり始めると状況は厳しくなる。そうでしょうね。時事通信が報道しましたので、続く可能性はありますよね。読売新聞が報道を始めたら、もう激しくなるでしょうね。そしてどこかで決着をつけないといけない。木原氏自身が説明を行ってけじめをつけないと収束は難しいだろうと語った。そうでしょうね。もうあれはどうなったんだといつまで経っても言われるでしょうね。なので逃げ回ってはいけないんですよ。逃げれば逃げるほど追いかけてこられます。そこで最後に、昨日の動画で紹介した Z リー氏、Z リー氏については昨日の動画をご覧ください。新情報を提供されている方です。安田種夫さんのお父さんは、種夫さんがどれだけシャブに狂っていたかは知らない。裏を返せばその闇の人脈も知らない。ということで Z リー氏は、今回の真相が明らかになると、種夫氏の悪いところも出てきますよと、そういう指摘をされています。そして2006年当時は、事件のあった当時です。家族への聞き込みはあっても周辺者への警察の聞き込みはあまりなかったと、おそらく初動を誤って自殺と思ったので、周辺者へ聞き込みをしなかったと、それを指摘されています。そして5年前になり突然そこら辺の人間に話を聞きに来るようになったが、時間が経ちすぎてみんなうろ覚えだったと。つまり再捜査になって、やっぱり自殺ではないと、これは他殺だということで、今頃になって周辺者に聞き込みを行ったと。しかし皆さんうろ覚えでしたと、それを指摘されています。さらに Z リー氏、圧力なんだってよりは、純粋に初動でミスった感じはするけどな。
キャラ X 子になる前の事件だし、お父さんも捜査を止めるほどの力はないはずだろう。所詮後の祭り案件の気もするよな。当時聞いてくれたらもっと話せたのにって周辺者もまあまあいるって話だからと。なのでやっぱり初動でミスったと。それを指摘されています。さらに Z リー氏、今になっての盛り上がりに違和感あるのは、事件から10年以上経って調べた元警察しか出てこないこと。種代さんの仲間や X 子さんの当時の知り合いが全然出てこない。これについては昨日の動画で話していますが、キーになるのはこの種代さんの仲間、そして X 子さんの当時の知り合い、それを指摘されています。かといって当時近くにいた桃さんが話すと言っても、上の都合がどうとかで大手は取り扱わないと。この桃さん、剣桃太郎氏、この人についても昨日の動画で話しています。この桃さんが記者会見した方がいっぱい話せますよと。しかしこの桃さんについても大手は取り扱いませんよと。おかしなことになってますよね。そこでナックルズだけは即記事化を進めていたと。このナックルズについても昨日の動画で話しています。実はナックルズという B 級雑誌です。そして Z リー氏、訴訟リスクは嫌だってのがかなりありそうだった。これは木原誠二氏が訴えるぞと言ったので、マスコミがなかなか出せないと。絶対訴えてくるからちょっとうちだと思いですと言ったところもあると。本当に今回はメディアへの圧力がひどいですよね。さらに記者会見もしないと。これはもう北朝鮮や中国と同じですよね。そして事件前後に会っていた人と話すのが貴重だと思うんだけどなと。そういう人たちに会っていないと指摘をされています。そして憶測で金儲けする奴が出てくるから早くナックルズでもいいから出た方がいいよと。真相はですね、この実はナックルズに出ると、それを言われています。そうしないと憶測で金儲けしている奴が出ていると、いっぱいいますよね。まだまだこの事件は奥が深いと、そう言ってる人いますが、Z リー氏に言わせると、文春情報は全然浅すぎると。というのは、この事件前後に会っていた人と話していないと。なのでまだまだなんですよ。それを言わずに文春情報で、ずっとおかしいおかしいと言ってる人は、まあ金儲けでしょうね。ただしこの実はナックルズは、昨日の動画でも紹介しましたが、宇宙人の記事もあって陰謀論になりそうだと。確かにそうなんですよね。おかしな記事が多いんですよ。しかし、こういう裏社会についても記事にしている雑誌ですので、Z リー氏曰く、唯一真相を書いているそうです。いつ発売されるのかわかりませんが、おそらくそれが出たとしても、文春ではないので、信憑性に欠けて陰謀論だと言われそうですよね。ということで、時事通信がようやく、木原誠二氏が取材を受けていないと、それを報じてくれました。これは私の主張する、国民から疑念を向けられたら、政治家は説明責任を果たせと、その主張を代弁してくれていましたので、今回の動画で取り上げさせていただきました。またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォロー、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。